えー、よろしく今日は2022年4月の4日4時44分とかが今日はもてはやされたんですかね、えー、どうでしょう戦争、えー、は停戦しますっつってなかなかうまくことが運ばないと人が死んでるとロシアが悪い、えー、プーチンが悪いっつって、えー、4月1日からキエフがキーウに変わってから やっぱ慣れないですね。ただ、やっぱ、映り身が早い人は、もう、当たり前に、キーウですが、何かつっ,ってね。チョルノーブリーですが、何かっていうような感じになってる。すごいなーっていうね。まあ、すぐにそうやって、こう、映し身自分の考えとか、あ何も決まったからしょうがないっていうのができるのは、すごいなと思う次第です。えー、昨日の夜、ーあのー、 悪魔女ドラキュラ、ソニアベルモンドを描いてたっていうね。これがね、2022年になって多分初めて描いたのかな。戦う戦士なんですが、バンパイアハンターなんですけども、だいぶ2022年に描いた顔がね、柔らかくなりましてね。今にも泣きそうな顔をしてらっしゃるんですよ。ああ、今僕は女の人をこう描くんだなと思ってね。 うん、ちょっと、あのー、再発見な感じでありました。というわけで、今日の雑談です。えー、おうよろしよろしき即瀬空ですよ。よろしくお願いします。えー、2000、おう、2022年。4月の4日。月曜日。えー ねああの関東は雨でしてね、あの今日一日中雨らしいです。いやー寒かった、寒い風邪ひいちゃうよと思ったんですが、明日だからはなんか晴れるらしい、20度ぐらいになっていくらしい。うん、今日話したいことは、スーパーマン・ロイスと。 まあ、あとアニメちょっと見たりもしましたね。うーん よいしょ。えー、っと、吉本が110周年ですか、会社が作られて。おいで、まあ、イベントやったっつって、4月3日と4月4日にイベントをやったというので、えー、そ,れそれのタイトルが「伝説の日」。 自分たちから言うんだね。伝説の日ってね。えー、そんで、まあ何が伝説の日かってうと、まあ、吉本工業にいる大御所の人たちからあ、若手の人たちからが劇場に集まって、えー、たくさんこうお笑いをやるっていうね。あ、これは伝説の日ですなと思ったりしたわけです。あのー、まあ、うん、会社なんつうのはずっとうなぎのぼりで、 何百年も続く会社なんかそうそうないんだから、どっかでつまずいたりとかね、えー、内部で分裂したりとかするので、えー、映画を極めたといえば映画を極めてるわけですよね。吉本工業というところが。まあ、あとジャニーズですかあ。どっかでやっぱりこう、み右肩下がりになっていく時があるので、 今を伝説の日とするのは間違ってないのかなと思いました。で、えー、っと、まあ、そのダウンタウンが30年ぶりに漫才したっていうのがニュースになってたらしくて。で、その、まあニュースになってるのが何がすごいかというか、うん、まあ面白いかどうかは別として、僕見てないからね、別に。うん、いつものあの、 あのダウンタウンの「ガキの使いやあらへんで」でやってるハガキ読むような温度のフリートークが何分かあったと30分あったって言ったんだっけでこれがさあのレジェンドを見たっつってそのいろんな芸能人が SNS であの「これは伝説だ!」っていう風に言ってんだよ。 こ,こんな白々しいことはないと思って、まあ見れて嬉しいっていう人たちがいるしその、ダウンタウン世代の人たちがいるからこういうことになるんだろうなと思うんだけど、ーなんだろうね。だから、東京03とかあ、あと吉本の芸人はみんな褒めてるっていうような感じの、すごいなと思ったりとかしました。 アカシアさんまだってこんなに褒めたたえられることはない。ビートたけしだってこんなに褒めたたえられることはないという。うーん。ね、その、社外のお笑いの人からも、これは、これはもう事件ですよ、みたいな感じにやってんだけど、なんだろうな。全部それが内輪芸に見えてしまうというね。う、え、ち、ー、だからでしょう、みたいな感じの。それは、今戦争が起こってるロシアとかの、 プーチン大統領を正しいと思っているロシア国民みてえだなっていうふうな見方にもできるわけです。悪口を言いたいわけじゃないんだけど、一瞬そのみんながあが、ま、めてるものが気持ち悪くなっちゃうっていうね。あの、う <laughs> 所詮お笑いというのと、お笑いにもやっぱりこう、本当に面白いものと、 面白くないものがある、みたいなね。あの、お笑いをやってお金もらってる人からすると神に見えるんだろうな、みたいなう。その気持ち悪さがありました。だけどう、会社の勢いとしては、今ね、自分たちで伝説って語っちゃっても間違いはないので、それでいいのかな、なんていうふうに思ったりします。 だから、10年後、20年後に、もう一回伝説の日、なんつったら、前に言ったじゃんなんて怒られそうな気もするよな、とは思いましたけど、まあ、これで喜ぶ人がいるなら、それでいいかな、と思いました。えっと、おすすめされてた海外ドラマ。おとといか、4月2日夜11時。 スーパーマンロイスというのが NHK で始まるよというので、じゃあ見てみようかなってって見てみたんです。とね、まあ、えず的にはやっぱり今、D、DC がやってる、あの、ザック・シュナイダーが撮ってるような、バットマンバーサス・スーパーマンとか、あの辺の、うん、雰囲気をこう継承した、 あアメコミドラマになってましてスーパーマンがお父さんになって、えー、ロイスがお母さんになったと年頃の兄弟2人を育てるという、えー、スーパーマン家族の話です、えーまあ、大真面目に作るんだとだ大いなる力を継承してしまった自分たちの子供をどうやったら悪に転ばないように育てられるか、えー、だけどそこにはいろんな障害があるとかね <laughs> えー、そんな形の話なんだけどまあサザエさんとかちびまる子ちゃんみたいな話なんだろうなって思って、えー、家族って何だろうみたいな話だったりするんだと思うんだだけどロイスは自分の思い通りにならなきゃあー気が済まない人だから 話し合いましょうっつったって自分の意見をご利用しする人だし、スーパーマンはそういう意味であんまり自分の意見を持たない人だから、まあこれが今の時代の理想の家族ってやつなんだろうなと思ったりします。だから、なんだろうな安いアメリカンドリームを見せられてる気がして。 だからスーパーマンはもう十分世界も救ったし子供たちのことを考えなさいと <laughs> あの、うん、そのスーパーマンが新聞社で勤めてる街、ね、基本的にはそこに、えー、スーパーマンはいるんですけどそうじゃなくて生まれ故郷のお畑をお畑の実家にさ畑持ってる実家に戻ってさ あなんだ、ナチュラルな暮らしというか、もともとだから人間の暮らしっていうのは、こういう田舎にあるんだみたいなさ、都会の人がよくあの途中でリタイアして、田舎でちっちゃい畑作って、ね、暮らすみたいなさ、あれが夢なんだっていうので、なんか安いなと思ったりとかいたしました。あんまり僕には合わない話だなと思ったりします。 あまあ、アメリカドラマ特有のあれないやつでしょうというやつで。とりあえず1話見たんで、えー、今後は見ないかなというふうに思いました。うーあとはなんだアニメなんか見たかななんかね、見たんですよ。新しい深夜アニメを。深夜アニメ見たんだけど、何にも覚えてないな。あ <coughs> 2個ぐらい新しいアニメ見たと思うんだけど、まあ、そんだけ魅力がないものだったということだと思います。今日はこんなとこかな。ちょっと、本当最近配信しながら席も出たりするし、こんなもんでいいかなと思います。10分ぐらいですかね今日は10分ぐらいの雑談でいいでしょう。いいと思います。また明日頑張ります。明日はゲームできるといいですね。 大体こんなこと言ってた明日ゲームしないんだろうけどあまああとは今日はさっき悪魔城のイラストも描いたけどやっぱこういうのをきっかけにするとアンリアルエンジン立ち上げるのよねっていうので今アンリアルエンジン裏で立ち上げたりとかしてたりしてますね今日は新しいことができるっていうよりは今まで できてるやつをもう一回、えー、ノートに書き起こしたりとかしてます。全然アクションゲームとして完成してないんですけど、アクションゲームの基本として僕は何やりたいのかっていうので、うん、やっぱもう一回改めて考え直して、あれもやりたい、これもやりたいって言っても、 全然完成しないわけですから <laughs>、うん。せめてでもロープアクションですよね。うん、こう自分の武器を使ってそのその武器がこう無知ですから無知でできるアクションで自分が自分がアクションゲーム作るんだったら無知どういうふうに使うかとかそれがちゃんとゲームの中に落とし込めるかとかね。そのね だから、む、鞭を壁にこう、壁とか天井に振ってさ、それがこう、シュルシュルってこう巻きついてさ、<laughs> ロープスイングができるっていうのが、一応の目標なんだけど、うん、ね、むを振りまくってたら、その、ロープ、ね、す、すぐに壁に引っかかっちゃってさ、あの、ね、隣に敵がいるのに、壁にこう、くるくるってなっちゃったりとかすると、ゲームバランスも、 おかしくなるよなぁとか思ったりとかするので、それどういうふうにしようかなとか、思ったりとかしてます。ちゃんと遊べるゲームになるんですかね。もう何年越しですよ。体の調子が悪いっつって、もう1年2年休むんでね。あのもうそのゲームのデータの日付とかさ、見てるともう,もう5、6年経ってんだよなと思ったりとかして。 でも、まあ、趣味でやってるし、その、体壊してまで作るものではないので、まあ、それでいいかなとは思いますけど、うん、まあ、とりあえずまた立ち上げたよっていうのでね。で、データ取ってれば、アンリアル5に移行した時にも、うん、なんとかなるだろうっていうのはあるんで、まあ、今その辺のメモ取ったりとかしてますって感じです。あーそのうちお見せできるといいなと思ったりします。 えー、じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。終わりまーす。